今回は印象に残ったアニメのキスシーン教えてに対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。スレガはハウルの動く城のラストシーン。子供の頃はふわっと終わったぐらいにしか解釈してなくて、今になって振り返るともっと何か大事なものを書かれた気がしてもう一度見ようと思ってる。キスと言ったら桜トリック。明日のナージャ26は演出パネー。一度だけの恋なら。最終回の初めてのキスシーンは印象に残るよね。やったー。漫画の最新話のキスシーン、アニメで見たい。直前のプチキスチャレンジ1杯もいいんだ。ずっと眺めていたい。かわいよ。初キスだけど下入ってます。今でも一番好きなカップル。でもどちらかというとあと1秒映しててくれたらって悪い意味で印象に残ってるな。ぜあそこで場面映した。アニメ勢どころか原作組ですらマジで死ぬのと思わせるほどの展開の後のキスシーン。最近だと間宮古星平のスレイブが印象に残ったと深夜にゲラゲラ笑ってしまった。しばらく後に中の人たちが結婚したの含めて凄まじいインパクトだった。人工呼吸はキスに入りますか？具体的にどれとかはないんだけど、水中で息が続かなくなった男性キャラに女性キャラがキスして空気渡すやつ好き。黒金のサブマリンでハイハラがコナンにしたやつとか。そんなあなたに未来少年コナン第8話、テレパシーで生きてと声をかけながら必死に息を継ぐシーンはとてもいいぞ。名探偵コナンの14番目の標的とか。そんな感じ。あと、フェアリーテイルのガジレビのやつなんはか忘れた。確かタルタロス編。デコキスとか良いよね。コタヒナは多分次の MV の時にようやくキスシーンもらえるよ。スタードライバー輝きのタクトのガラス越しのキス。エヴァの大人のキス世のやつ。昔はいろいろ考察してたけど今は多分なんか良さそうだからなんとなく入れただけだろうなとしか思えなくなった。まさか、日朝女子アニメの劇場版でやるとは思わなんだ。逆に印象に残らないキスシーンとは。これは不意打ちすぎてインパクト最大だったやつ。伝説のキスシーンと言われるほど衝撃的だったな。ガローロとキサのキスシーン好き。萌えで追加されたゼハートとフラムのキスシーン。なおこの後の辛さ。未遂だけどスカイファミリーで黄昏と夜がキスしようとする場面はめちゃくちゃドキドキした。夜の色気もすごかったし。カノカの一気のミリカの宣戦布告的なキスシーンはいろんな意味で面白くて好き。これかな。曲の入りが印象的すぎる。本当にこれが最後なんだなって。原作の美しさをそのまま持ってきたかのような切ない美しさがたまらない。最初で最後の悲しくも愛に溢れたキス。印象に残らないわけがない。やがて君になるのこのシーン。好きだと言ってキスするのに、私のこと好きにならないで。っていうし、罪先輩のわがままに追い詰められていく恋との様子が浮き彫りになってきて切ない。アニメじゃないけど、パパ呼びになるの良いよね。トラドラ。原作も読んでるけどこれ。因縁から決着までの流れはガチで少年漫画の枠を超えてたと思う。灼眼のシャナ、紆余曲折あった末に本当の意味で二人が結ばれた証のキス。落第騎士の英雄譚。やっぱこれよ。XY&Z。犬夜叉とかごめ。黒金の魚影は愛ちゃんとコナンくんの人工呼吸も衝撃ではあるんだけど最後のランちゃんへのキスがヤバすぎた。あれで落ちた。ダンさん。最終話での大逆転ぶりよ。インパクトだけで言えば1話もなかなか。印象に残ったというより一時期毎週見てたから記憶にすり込まれた。ニコリ。どんなに姿が変わっても大好きだったあの娘にしか見えてないであろう事実。とても愛。いいよね、免疫キス。純然たるキスではないけどいいよね。長年応援していたのもあって心の中でスタンディングオベーションした。思えばサスケと桜はキスなかったなと思ったけどデコトンがそれに勝ってるんだったねあの夫婦。プロメアの人工呼吸とか。アドレセンス目視録からあえてのこっち、この映画だけの二人の関係性が儚くも愛しい、
死人と少女の決して触れ合えない境を象徴するようなガラス越しのキスという演出も秀逸。冬瓜だけが水中でたゆたって泡と共に登っていく情景も美しすぎる。アキラメイド戦争、幸せになるには重ねてきた行が深すぎた。印象的なキスということで、マウスとマウスじゃないけど、今まで頑張ったんだから、そう自分を責めなくていいよ。バラの刻印、今まで大事にしてくれてたんだね。ご褒美にキスしてあげよう。これは、慰みだよ。初見の時はなんちゅう屈辱的なキスなんだと衝撃を受けた。今思えばこのキスは世界のシステムみたいなもんだからディオスに悪意とかはなかったんだよな。なので世界を革命します。リゼロの日もあり。俺はあのシーンはラケアス派です。ほっぺではあるけど新一と蘭の清水の舞台でのキス。ゼロの使い魔。月が綺麗。リゼロから始める異世界生活。アニメじゃないけどもやしもんの長谷川さんと美里さんの狩人役は素晴らしかった。ナルト×サスケ。なんで男同士のものが紛れ込んでるんですかね。印象に残ったってスレタイだから、よりインパクトがすごかったんだろうね。実は男女だけの専売特許やねーぜ。スレにもあるけどポケモンのセレナからサトシへのあれ、はっきり映さないのいい。ラティオスの映画の最後の少女とサトシのシーン。ポケモンのキスシーンといえばこれ。タッチが出てないんか。集合ガンダムの最終回でのロランとソシエのキス。結ばれない展開だからこその別れのキスが美しかった。恋愛感情なしの同性男同士ありなら岩窟王のモンテクリスト伯とアルベール。ブラックラグーンのシガーキス、作品の象徴だと思う。言いたいこと言い合って大喧嘩した後だからなおさらしみる。エウレカセブンのドミニクとアネモネ、落下しながら空中で。ワンピースのプリンとサンジのお別れのシーンはアニメ版での演出も相まって感動した。物資について初めて見たのがTP ボンのキスシーンで未だに脳を焼かれてる。キスシーンではないが、ゴールデンカムイ、いつかこの恋を思い出して、きっと泣いてしまう、のシーン。ズキューン。キスシーンでこんな効果音が出るのは後にも先にもこれしかなかろう。泥水で口注ぐのも含めて印象的だわ。実はディオに一番ダメージ与えたのあの行為じゃないか。百科のはたくさんありすぎて選べない。初めてのキスに限定するなら彼女になってからだいぶ経ってからの満を持しての妹とのキスが印象的。ハルヒトキョンのキス。フルコースの肉料理は今でも私の額に残るその感触。カテヨルルース。ベルセルクのガッツとキャスカが初めてキスして結ばれるもガッツが PTSD 発症して中断。でもお互い弱さをさらけ出した二人がトラウマを乗り越えてもう一度結ぶことを選ぶ一連の流れが美しすぎて大好き。なんであのまま幸せが続かないんですか？